スターリングダンパーとは乗り物の操舵装置に発生する振動や不安定な運動を減衰するために設計された精神装置である。自動車やオートバイをはじめとする車輪のついた輸送機器の走行輪には何らかのきっかけで振動が発生する。多くの場合はすぐに収束するがしばしばステアリング機構の固有振動数と一致して共振を起こす場合がある。 こうした現象はオートバイでは、転倒や事故につながる恐れがあるため、好ましくない現象として扱われ、フラつき、シミー、ジャガー、英語圏では、特にオートバイでの現象について、タンクスラッパーなどと呼ばれる。ステアリング機構の固有振動数は、ステアリング軸周りの完成モーメントや、車両の走行速度、キャスター角をはじめとする、ステアリングジオメトリなどに依存するが、今日の市販車の多くは、 想定される速度域での共振が起こらないようにバランスをとって設計されている場合が多い。しかし、スーパースポーツに分類される車種やレース用の車両は、鋭敏な相う特性のステアリングジオメトリで設計され、車両全体のバランスで共振を抑える代わりに、ステアリングダンパーを装備して振動を減衰しているものもある。また、ステアリングダンパーは、 レース中などに頻繁に発生するウィリーで前輪が着地する際のキックバックを緩和するためにも用いられる。同様に、モトクロスなどのオフロードレースで路面の起伏から受けるキックバックやジャンプで着地する際のキックバックを緩和するのにも用いられる。サイドカーにおいては、単車として設計されたオートバイに、側車を取り付けると、ステアリングジオメトリーがサイドカーとしての利用に、 最適化されていないためにシミーが発生する場合があり、シミー現象の抑制にステアリングダンパーが有効であるとされている。一方で、ステアリングダンパーは、ステアリング機構の動作に対して抵抗を負荷するものであるから、極端な場合は低速走行時などで必要な素早いステアリング操作を妨げてしまう。エクストリームスポーツやドリフト、トライアルなど、 素早く緻密なステアリングの操作を求められる競技では、工場出荷状態で装着されている場合でも、取り外されることがある。油圧式横リニアステアリングダンパー多くのオートバイでは、ステアリングダンパーはトップブリッジとフレームの間に取り付けられる。今日のステアリングダンパーには大きく分けて、油圧式と摩擦式の2つの形式が存在する。ステアリングダンパーは自動車でも用いられる例がある。 ジープをはじめとするオフロード車にはカムレバー方式のステアリングリンケージを採用するものも多く路面の起伏によるハンドルへのキックバックが起こりやすかったためリニアダンパー型のステアリングダンパーが純正装着されていたこの機構はライセンス生産品の三菱ジープにおいても受け継がれたまた今日でもジープチェロキーシリーズをはじめとする多くのオフロード 4WD 車に アフターマーケットパーツとして用意されている。オートバイの場合と同様に、ステアリングダンパーの効果を強くしすぎると、素早いステアリング操作の妨げになる場合がある。ありがとうございます。